で、えー、っとお茶でおおす。えー、っとお茶合何やってるかというと普段はメディアアーティストをしていてで、えー、っとメディアアーティストをしてる以外はですね、年々肩書きが増えていくんですけど最近では筑波大学の助教というちょっと固定された職を得てですね、今初めて久しぶりにコントラクト書いたらあ俺所属筑波大になったんだと思ってまずいことはできないなと思いました。 でえー、と筑波大ではデジタルネイチャーグループっていうグループをやっててあ、フェイスブック関係なので皆さんあのメッセージくださいで、あとは、えー、とアメリカでピクシーダストって会社をやってるほかは日本で自分のメディアアートを売る会社をやってたりとかしてますで、えーと、あとはバーチャルリアリティーコンソーシアムって行ったことあります ?VR カンファレンス行ったことある人1人ぐらいいないあ二2人ぐらいはいるなんかそういう、えー、とバーチャルリアリティーの民間団体みたいなのがあってで コスコってあるじゃないですか、グーグルカードボードもどきに見えますけど、実はあっちのほうが先に出てたんですけど、やってたあの藤井先生っていう人が理事長をやってて、で僕も理事をやってます、あとは、えー、と日本の情報処理学会とか、あとは電通さんとかをに、えー、と一応所属があって、えー、とそれ以外は、経済産業省の未踏の IPA 認定すバックリエーターとかのやってたりとか、総務省委員の、IPA の未踏をやってた方とかいます1人1人1人,2人 じゃあ皆さんがちらほらと知ってるようなことを全部混ぜ合わせると僕と近くしくなりますね。でそんな感じに生きてます。で、えっと、最近もらったおっきい賞はですね、えっと、ワールドテクノロジーアワードって賞をもらいましてなんかこんななりなんですけど一応研究者なのでなんかこれ2015年のところに陽一落合プロフェッサーユニバーシティブツクとか書いてあるんですけどこれなんか嬉しいことに下にこのラリーペイジセルゲイブリグーグルとか書いてあるんですよ、ね。おおみたいなで。これ結構探すと面白い人がい,っぱいいい人がっぱて 例えば上の方に、あプロフシュージー中村、ユニバーシティオブカリフォルニア、サンタバーバラ、あ見たことあるみたいな感じでね、結構ね、あゴードン・ムーアーって知ってる、インテルの人だとか、なんかこうね、結構そうそうたるメンツがもらってるのになぜか、今年もらっちゃったんだよね、よく分かんないんだけど、別になんかあんますごいことしてる気はないんですけど、えーとまあ、楽しく生きてます。で、普段僕は何やってるかっていうと、最近はね、プラズマが好きで、ずっとプラズマを打ってます。プラズマってあの 物質ってさ水と固体と気体とかあるんですけどその中の第4の性質高エネルギー状態とかで現れるなんか不思議な性質を持つ物,物質に興味がありまして、えっと、プラズマっってていうのををレーザーザ使起これは僕のラボじゃなくてですね実は宇都宮大学っていうところにあるクリーンルームにあってフェムトセカンドレーザーっていうのを使ってるんですけどフェムトセカンドレーザーって、えっと、みんな10のマイナス9乗までは結構なじみがあるのかな えとマイナス3乗でミリ、えー、とマイナス6乗でマイクロマイナス9乗でナノじゃないですかでナノの次って10のマイナス12乗でピコですよねで10のマイナス15乗になるとフェムトンになるんですよあんまり知らないフェムトフェムト秒とかあんま使わないけどでも、えー、とエクサバイトとかはよく使うよねゼタバイトとかペタバイトとかあの辺りとあの辺りのちっちゃいバージョンだと思ってください <laughs> まあこの後がちなみに10のマイナス18乗で後になって で10のマイナス21乗で何、えっと、だっけゼプトンになって最後、えっと、24乗でヨクトンになるんですけど、まあ、この辺りのオーダーになってくるとよく分かんないんですが核融合の実験とかではこのアトビオレーザーっていうのを使います。何に使うかっていうとあのこの原子に一斉の背でこうそのアトビオ周期のパルスを合わせてあのエネルギーを注ぎ込むと核融合するんじゃないかとか言われてます。まあ、そのくらいのオーダーのものを使ってヒューマンインターフェースを設計するっていうちょっと変わったことをしています。で えとそれ以外は大体メディアアートをしているので、えー、と世界の終わりさんっていうバンドがいまして、えー、とそのバンドの、えー、とまあ演出のお手伝いみたいなことをしています彼らはセルフ演出が持ち味なのでその演出会議とかに参加して例えばじゃあここに、えー、とプロジェクションマッピングの絵画を使って人を消してみようかとか、えー、と古くからある映像装置とかを作ってみようかみたいなことをやってたりとかします。 でまあ、一番最近変わったものの中で映像を作ったのはですねドンペリさんというところのえドンペリのパーティーって行かれた方いますいないですかね、ねいいななかかこれ一応なんか結構都内の人に話すと1人ぐらい行ったことがある人がいてでこれの時はシャンパンを使ってなんかアート作ろうと思ってたのでシャンパンの中に絵を描こうと思ったんですね、ここに。で、えー、とシャンパンって一様に炭酸が分布してるわけじゃないですか、炭酸。 で炭酸ががしててててるるるのでで高エネルギーを当ててやるとそこから泡が出てくるんですよ例えば泡がふわっと出てきたり。ってことはこの中に赤外光のナノビオレーザーぶち込めば絵が描けるわけですよ。でなんでそれで絵を描くみたいな作品作ってたんですけど問題は、えっと、炭酸のポテンシャルが抜けるとあの泡が立たなくなるので、まあ、要はです、ね、気が抜けるためにドンペリを注ぐっていうこれ1時間に35万ぐらいかかる。<laughs> 最初レッドブルで作ってたんですよ飲みかけのレッドブルでこうやってでこれならよく泡が立つからいいよって言ったら「レッドブルじゃうちのあれでは出せません」って言われてで「じゃあドンペリ用意してくれんだな俺の金じゃねえぞ」って言ったんだけどあの用意してくれた太っ腹な、えっと、ドンペリのスポンサーですまあほに意外と綺麗なものができてですねあの非常に良かったと思いますで、えっと、僕がまあキーテーマとして持ってるのはどうやったらこの世界を映像の時代から魔法の時代に変えられるかっていうのが今ここ10年ぐらいの目標でありライフファクターです つまり映像の時代っていうのは20世紀始まって例えば19世紀って1891年エジソンがキネットスコープかなっていうのをこう作ったんですけどキネットスコープって今でいうと HMB みたいな箱で中に花ナダムシみたいなリールが入ってて上からこうやって覗き込む装置なんですけどでキネットスコープっていうのがあってその後キネマトグラフっていうのがあって。 要はみんなで一つの誰かが持ってたイメージを共有するような時代が19世紀20世紀の特徴だったとすれば21世紀っていうのはそれを超えてコンピューターの時代になるだろうまあ皆さんグーグルで働いてるからそれはコンピューターの時代になってほしいと思うんですけどで俺もコンピューターの時代になってほしいうちの一人です、まあ、それを文化的にどう位置づけるかまた芸術活動の中でどう位置づけるかってことを日々考えていますで、えっとまあ、この中でコンピューターサイエンス専攻でグーグルに入られた方一人一人 半分実際半分ぐらいなんですか？実際半分ぐらい。じゃあ他の方々はあんまり大学ではや,やってないのかなわかんないけど、この人のこと知ってる人どんだけいますか？ちょっと若めだけど、これ知らねえ知って？クロードシャノン知ってる？クロードシャノン知ってる人ちょっとなんか知ってる人には馬鹿らしい質問なんですけあこんなもんですか。よし、じゃあちょっとおさらいから始めます。 えっと知ってる人はちょっともう暇しててくださいとか言ってクロード・シャノンの,あのこの「経電機および開閉回路の記号的解析」っていう論文が書かれたの1937年のことで要はこのデジタル計算機ってまあ要は我々のおじいちゃんおばあちゃんぐらいの世代のえと装置ですあの世代からある装置ですだからそれ以前の人がコンピューターについて全く知らないっていうのは多分しょうがないでここにあるリレー回路なんですけどこの収録めちゃくちゃ面白くて例えばこのなんか スイッチを開けた状態で0を閉じた状態で1ってするとなんか組み合わせることでブール台数解けるよって言った最初の論文がこれです。でブール台数その新技地で物を計算するっていうのはその前からあったんですけど、まあ、37年ぐらいになるとこんなのが出てきてあれひょっとして機械で物って計算できるんじゃねこれって暗号を解いたりとか弾道計算したりするのに使えるんじゃねって言って最初19、Before、1945は。 大体戦争のための道具とししてて出てきましたでその後戦争が終わった世代つまり45年戦争が終わってまあじゃあ計算機って何に使うの裏では冷戦とかやってるんですけどその中で計算機が一番使われるようになったのはプロフェッショナルな分野ですで例えばこの人はアイバン・サザーランドという人なんですけどこの人が手で持ってるこれこれライトペンっていうペンですライトペンでこのブラウン管の上にこうやって書くと手で直接絵が描けたでここに書いてあるのがまあ最初の CAD でこの人がコンピュータグラフィックスの父って言われてるんですけどそれがちょうどメインフレームの時代 この当時プロググラミンっって言ったらパンチカードですよねパンチカードでプログラミングしたことある人いますさすがにもういないですよね。これでもね NEC とかで聞くとマジでいるんですよ。富士通とかでもキャノンとかでもいるんです23人。パンチカード俺入社した時パンチカードでしたみたいな人がいるんですけど、まあ、Google ぐらいになってくるともういねえか。で、まあ、そんなようなものでこうやって作ってたわけですよ。で、まあ、1972年になってくるともうみな生まれてる人もいると思いますが大体パーソナルコンピューターっていう概念が発明されて。 でえーとまあ、アラン・ケイのおじさんがスモールトークとかなんだ、えー、とこのダイナブックの構想とかで、えー、とプログラミング言語をこうあの子供でも使えるようになったらいいなとかこういうタブレットがあったらいいなとか思うわけですでも当時のコンピューターはこれアルトっていうんですけどアルトのここに載ってるこれとかって多分これ磁気ディスクあんま詳しくないんだけどこれ1個多分1メガバイトとかなんですねあのでかいやつ。 1MB のやつを1枚サクッと刺してリードさせたりしてたぐらいできっとこれユニット全体だとまあ試作費だからきっとまあ3000万から4000万円のお金がするような装置を作ってたんですがそれがやがて子供がプログラミングするために使うっていうのはなかなかぶっ飛んだストーリーでそのストーリングでものを作るっていうことは結構勇気がいるじゃないですか。なんんんかかこれれでどだだけお金稼げるるよっっててて言われていや子供がプロググラミングしたりするからって っってもなかなかかか厳しかったと思うんですけどでもそれでも3040年ぐらいすると実際に我々は作れるようになるので、まあ、そんだけえっとビジョンを持って研究をすることっていうのは非常に大切だなというのはよく学生にも言っています。 でえー、っと僕はまあちょうど21世紀のに研究職を持った研究者なので、えー、っと僕は今アンチテーゼ要はどうやって戦っていくかというところで一番キーワードになるのはこの図です。これ例えば、えー、1991年にマーク・ワイザーという人が書いた「The Computer from 21 Century」という論文に出てくるんですけど今まさにこの光景なんですよ。誰かがここで、えーっと なんだホワイトボードみたいなの使ってしゃべっててそれを聞いてる人はパソコンで見てる人もいればノートを取ってる人もいればまあタブレットを取ってる人もいればこんなふうにして人はコンピューターのまあ存在をあまり意識せずに無意識的に使うようになるだろうそれをバックグラウンドで支えるのは高度に無線化されたネットワークであってそういうようなオフィス環境がやがて実現するっていうのがまあ彼の書いたような論文の用紙なんですけどそれって今から24年前なんですよ。 それはコンピューター研究者24年間サボってたのって言われちゃってもおかしくないんですけど我々って今この24年間何してきたかっていうとこのマルチメディアを成熟させることをずっとやってきた例えばスマートフォンでどうやってカメラで認識してじゃあそこにどうやってインタラクションを組むかみたいなことをずっと考えてきたわけですでこのビジュアルとオーディオによるコミュニケーションっていうのが一旦落ち着いてきたらじゃあ次に俺たちは何したらいいのっていうのが、えー、と僕の研究者としての大きな一つのキーワードになります でえー、とこういうビジュアルオーディオで規定された世界のことを僕は映像の世紀映像と呼んでますで,でも映像って一体何だったんだろうってちょっと冷静に考えてみるとだって HD のビジョンって要は 1080p の解像度を 60hz の時間方向のスペースで作ってやってビジュアル的な 22.1kHz の解像で出してやる、まあるこれって要は人間の頭を丸々コピーしたようなものを 人間の目を後ろから見て耳を中から聞いたようなものを各家庭にこう一個ずつインストールしていくっていうのが作業で,でそれをめちゃくちゃちっちゃい形にしてみんなの手に持たせるっていうのが一つ大きな映像時代のキーワーワドだったわけですでそれを超えてってじゃあこの光や音っていう波は何ができるのかっていうのを考えたときにより強度が高いハイインテンシティなものを出したりとかハイレゾリューションなものを出したりとかもっと,えっと三次元的に合成できるようなものが出したらそれっていうのはあの今までに映像を作るとか。 スマホを作るっていうこと以上の価値を持つんじゃないかっていうのが一、まあ、つキーワードになってきます。で例えば、まあ、これとかこのさっき言ってたフェムトビオのプラズマとか使って書くんですけど、まあ、物体から飛び出てあの要はプロジェクターから直接発射されるような形で、まあ、映像を作ったりとかタッチパネルを作ったりみたいなことを考えてみよう。でもこれ使ってるのは本質的に光を使っているわけです。 つまり画面から出てくる光って大してワット数はないけどそれを収束させてやってかつ時間方向には数ペタワットあるような強烈なエネルギーをたき込んでやると人間の積分値としては積分値としてはまあたかだか数ワット1ワットで触ってもまあそんな熱は出ないぐらいの容量なんだけど空中に映像をかけたりするよねそうすると映像っていうのは物質と区別つかなくなるよねみたいな話だとか例えば音だったらえー、っとまあ解像度を 40kHz ぐらいまで上げてやったら耳には聞こえないけど音波の特徴を持った音波合成を使って物を浮かべたりとか形を作ったりっていうことができるようになるよねみたいなことを研究していますつまり、えっと、我々が持ってた今までのオーディオとかビジュアルっていう筆をまあ違うオーダーでエネルギーを強くする解像度を高くするもしくは合成をもっと頑張るみたいな感じにどうやったら使えるか。 つまりそれって、まあ、僕は自分の研究コミュニティがコンピューターグラフィックスなんですけどグラフィックスがやってきた音と光っていうツールを使ってもっと違うことできるんじゃねえのっていうのを日々提案し続けてるような毎日です。で70年代と何が違ったのっていうとまあ数式的なことを言えば明らかなんですけど、えー、と昔っていうのはこのアナログジェネレーター、えー、と1個 使って振動子を立てて物を浮かせるみたいなことをこうしていくわけですよ。で物を浮かせたやつのポテンシャルとかを計算するのが物理学者の仕事でした。で今の時代ってもっとあのそれを超細かくして並べてやって、じゃあそれの分布式をあのとある数式で記述したなら、それの位相とかをこう変えてやることで、あのシミュレーション通りの 物を作るることができるそうするとじゃあこの位相をちょっとずつコンピューターで変えてやったらそうやって物動くよねとか飛ぶよねとか触覚与えられるよねみたいな音とか光の使い方っていうのが考えることができるわけです。でそういうのをやるとまあ俺はやがては物体っていうのが消滅してですねあ,のあらゆるものが勝手に動くような部屋とか物がものが 勝手に動くような、まあ、これそろばんはちょっと MIT の,の石井先生のメタファーでそろばん使ってみたんですけどそろばんが勝手に動くような部屋っていうのがあったらあ、まあ、この部屋だったらまあ何でも動くよねみたいなものをどうやって作れるかなっていうのを設計したりとか考えたりっていうのをしています。えっと、つまり1985年とか1991年って俺は危的な年だと思うんですけどこれジ85年は J ・ロー・ラディアって人が JPL リサーチっていう、えっと、なんだ あのバーチャルリアリティのリサーチラボを作った時でこの年からバーチャルリアリティって言葉がすげえ流行ったんですけどバーチャルリアリティとか91年にトッド・コーデルがオーグメンテッド・リアリティって言葉を作って例えば拡張現実とか仮想現実っていうのは現実側のサイドがコンピューターはあまりに無力で音とか光とか,しかを弱いエネルギーでしか出せなかったから人間に情報提示する方法として現実にプラスで何か出そうとしていたんだけどそれに対して我々の今の時代っていうのはこのリアリティサイドがプログラム可能なので。 リ,アリティサイドもうちょっと頑張っていこうよっていうのが、えーとまあ、一つ大きなことだと思います。で、まあ、それをするとですね例えばスマホで調べることなく物がこっちかこっちか分かんなくなったらそっちをくれるような、えー、と環境っていうのを作っていけばそれはオーディオビジュアルのコミュニケーションを超えてモゥとモノのコミュニケーションに変わるんじゃないかっていうのが、えー、と僕の思ってる大きな一つの,あの方向性で。 そういうよういよなものを実装していく、まあ、まだエネルギーは弱いかもしれないけどやがて重力のない世界に行ったら我々っていうのはこの重力加速度に支配されて世界を超えるのでもっと任意にポテンシャルをかけるようになるし、まあ多分向こう100年200年の変化としては人類っていうのはもう物質自体をやがてコントロールできるようになるのでそのための技術をどんどん作っていこうみたいなことを考えてます。で、えー、と基盤技術としてあるのはコンピュータータジェネレートドホログラム CGH って1970年代からよく計算されてきたものなんですけど。 CGH ってどう作るかざっくり知ってる人大学で習ったことあるないですかあんまやんないですよねもうね CGH の教員とかって大体定年体感したの2007年とかだから要は僕の年にはだいたい体感しててでなんでかっていうと80年代は結構よくやってたんですよ要はあの像を1個て設定してそれのフーリエ変換を作って そのフーリエ変換面を例えば SLM とか、えー、とフェイズドアレーとかにこう表示されたやつに、えー、と参照光例えばレーザーを当てるかここから平面波的な音を出してやるとしゅ、まあ、収束したりとかレーザーでかけたりするよねっていうような分野ですつまりあの写真の観光材にレーザー当ててホログラムで作ってるじゃないですかあのよくさクレジットカードがあってさクレジットカード端っこにこれビザとか書いてあるやつ あ,あれあの鳥が飛んでたりとかするホログラムって観光材使って作ったんだけどその観光材じゃなくて物質を直、えー、と計算を使うことで作ろうっていうようなことをやってます。であのそうすると例えばさっき音でやってたようなものがこう光でできるしでこの倍質側エネルギー側の問題を例えばフェムトセカンドレーザーとかいう今風のレーザーに変えてやるとまあえっ、ー、と触れる映像とか触れるタッチパネルみたいなものが作れます。でまあ、これもちろん オプティクスなんでカメラで指先が触ってるところとか検出してるんだけどそれを使って例えば未来のこう UI っていうのはあのここにあのこう触ったら入るみたいなものができるんじゃないかっていうのを考えてます。で何、まあ、でこんなことやってるかっていうとプロジェクターって今我々ここ見て話してるけど本当はあそこじゃないですか発射装置は。でもスマホっていうのは画面とフィジカルな部分が同じ平面にあるのでそれから一度切り離してやると人間って多分データと直接やり取りするようになるんですよ。 今我々ここのデータと直接やり取りしててデータが光に移り変わってやり取りしていてだけど装置のことはあんま気にしないでやれてるわけじゃないですかでそういうようなものをこのような中にもっと増やしていけたらなと思うのでその三次元的な物体の存在をどうやって作っていくかっていうのが一つキーワードだと思いますで、えーまあ、CGH に対してちょっとぐらい詳しくなってもいいと思うのでちょっと簡単に説明するとプロジェクターって影なんですよ基本はえっと後ろに光源があってでそこから出した光ここにモジュレーターがあって あのこれで影を写ってるわけですだから手をかざしたらこことここは同じ映像が出るわけですただ、えっと、表面にレンズがついているのでここでピントは結ぶんですけどここではピントは結ばないそのくらいの特徴があるじゃあ逆に言うとフーリエ変あのホログラムって何かっていったら3次元的な対象の結合位置を、えっと、決めてやるようなものです でこれすると何がいいのこれプロジェクターじゃんって思うかもしれないんですが、まあ、確かにプロジェクター的に使います。レンズを使ってフーリー面作ってやってあそこに出すとあそこで、えー、と結像するようになります。ただ、えー、とこれじゃあちょっと仮にもう一回考えてみよう、えーと。2枚あそこにスクリーンがあってこっちから光を一発打ち込んでやったとしたらそれってこことここで同じ映像出るじゃないですかプロジェクターだったら、まあ、スクリーン2枚あったらね。 だけけど違うう映像を出してやろうみたいなこともでできるわけです例えばこっちはフォーカルプレインに手前がフォーカルプレイン1にしたときにあのこっちは C グラフのロゴが出てて後ろはティンカーベルの絵が出てると思うんですけどこれって、えっと、この中央位置に例えばフォーカルプレインを置いてこっちに焦点出すのとこっちに焦点出すので2枚の画像をどっちも風鈴変換して1枚の画像として合成してそれに光当てて再生してやると、まあ、3次元的な結像位置をいじることができるので要はちょっと。 計算は多くかかるけどプロジェクターが3次元的にフォーカスがいじれるようになったと思ってください。でこれ時間方向に切り替えてなくて一発の光にどっちも入ってるような状況です。でこれ使ってやると3次元に例えば結像させて絵描いたりとかするのは簡単にできるはずじゃないですか。であそこの1個1個の点がプラズマ化するぐらいのエネルギーぶち込んでやったらそれはプラズマで立体像も描けるわけです。でそういうのをまあ研究したりしています。で あのまあ、簡単に言うとこの SLM ってやつにフーリー面表示させてここにフォーカルポイントを作るでこれって全く同じようなことこっちでもやっててじゃあ音場でここにどういう像を作るかっていうのをコンピューターシミュレーションしてやって計算して同じように像を作る、まあ、やってることは光と音って、まあ、皆さんプログラマー半数の方がプログラマ書くと思うのでだってラムダイコールで置いたやつに8ミリって入れるか、えー、と800ナノメートルって入れるかの違いしかなくて。 計算上はほぼ一緒シャープディファインでもいいですけど、まあ、そんな感じにあの計算上は全く同じようなことをしているわけです。でんか三次元的なものをこう結合させたり動かしてきたりしたらなんか不思議なことに気が付いたんですけどあの三次元的にものがこう存在して指のフィードバックとかがあると物質と人間は区別がつかないんですよ。 あのこれって粒度100マイクロメートルぐらいなんですけど100マイクロメートルぐらいの粒で並んでて触覚フィードバックとかがあるとあこれってものだなって思うんですよなんかカツンとするし。で物と映像の区別がつかなくなってきた時に我々っていうのは次どういう表現ができるのかとかどういう、えー、と21世紀に生きるのかみたいなことに非常に興味があります。で、まあ、なんでこんなことやってるかっていうと昔は例えば 3D プリンティングとかロボットとか物質を使ったインプリメンテーションをしてた。 でもしくはアニメーションピクセルをベースとしたインプリメンテーションをしていてそれを超えて間に多分中間倍数として、まあ、映像でも物質でもない、まあ、本当は空気っていう物質なんだけど、まあ、ソリッドな個体ではないようなものが多分あってでそこをどうやってもっと深掘りできるのかもしくはそれを使ってどういうインターフェースが作れるのか体験が作れるのかってことに興味があります。つまり空間自体に伝わる波を使って人間に有益な像や形やあとは道具を作っていくってことをしています。で あのまあ、そうするとコンピューターシミュレーションの結果とかあの出力されるプロジェクターみたいなものっていうのは人間の認識から離れるのでまさしくデータそのものが形を持っていろんなものに伴って動き出すような気もするしでそういうようなものが例えば今ある 3D ファブリケーションとかマテリアルベースのインプリメンテーションとどうやって関わっていったらいいのかってことを日々考えながらもの、まあ、を動かしたりとか形を作ったりってことをずっとしているわけです。で,でね この春からいやこの春ってね去年の春からデジタルネイチャーっていう研究室を始めたんですけどなんでそんなデジタルネイチャーっていう研究室を始めたかというとずっと風鈴変換とかいう言葉が出てきたんですが、まあ、目のレンズとかあと普通のクラシカルなレンズって風鈴変換作用があってだから数式で記述すればまあ、えっと、風鈴変換なんですけどそれと同じようにフェーズドアレイ使うかこのさっき言ってた SLM っていう液晶の鏡を使うかそれを使ってもまあ同じことで。 ナチュラリーにデジタルなものとデジタリーにナチュラルなものって区別がやがてつかなくなるからじゃあ同じようにデジタルネイチャーっていうものがあってもいいんじゃないかどちらの区別もつかないどっちのコストを選択してもいいようなあの哲学性があってもいいと思ってそういう研究室を始めましたつまりっ、えー、と指タスが進んだ先に、まあ、コンピューターと人間って区別もつかないしどの物質がアナログでどの物質がデジタルだったかもあんま区別がつかないのでじゃあ今風な 再発明って何だろう車輪はどういう形をしてるだろう映像装置はどういう形をしてるだろうっていうことをもう一回考え直してもいい頃が来るんじゃないかと思っていてそれが IoT に先にあると私は何となく思ってるわけですつまりなんかサバンナとか行ったらさ島はいるやんで,でも白が黒なのかどっちか分かんないじゃんこうやって見てるといや分かるけど何つったらいいかな黒いとこがデジタルだったのか白いとこがデジタルだったのかよく分かんなくなってくるように なんかそんなふうにあ,のあらゆるものが混ざり合った時には全然違うような結果が出るんじゃないかと思ってるわけです。で、まあ、研究室を始めてもりもりやってるんですけど、うん、とまだね論文がちょっとあんま通ってなくてプロジェクト自体結構いっぱいあって僕のプロジェクトはポンポン出てるんだけど学生さんがまだ1年生から3年生の子が多いから論文があんま通んなくてですね、えーとまあ、今年中にはいっぱい出てくると思いますが、えー、とうちの研究室はこのね「物から場の変換人と計算機の違い時空間解像度」っていうのをテーマにしてやっていて。 で今コンピューターっていうのはものを使った物質だけどそれが目に見えない場になるんじゃないかそして人間っていうのは今コンピューターと別の存在と思われてるけどヒューマンコンピューテーションの末にはやがて人間がコンピューターによって操作されたりとかコンピューターの人間がいいとこ取りするようなところをもっと掘りん哲学的に彫り込んでいけるんじゃないかあと時間と空間の解像度を入れ替えたり置き換えたりしてみたら面白いのであるんじゃないかみたいなことをやってます。でえっと、去年の上半期はずっっとと展示作ったりとか あと人間の感覚に例えば触覚とか、えっと、聴覚みたいに、えっと、単一の場じゃなくて複数の場を同時に組み合わせると人間は複数なんか違った感覚を得るんじゃないかみたいなことを研究したりしてます。つまり今って視覚には光を当ててるんだけど触覚とか体性感覚っていうのは複数の感覚の合成でしかないからじゃあそれって音波とか、えっと、光の場とかを使って丸っこい感覚は音で作って繊維的な感覚を光で作ってみたいな。 あの自然にクロスモーダルな人間の感覚の逆行列を物理量で作るみたいなことをずっと考えてこんなんやってたりします。で、まあ近頃はよくテレビとか出てるんですけど、なんでテレビ出てるかというとですね、バラエティ番組出ると非常にあの学生の受験者数が増えるんです。これすごい重要。あの日本ってまだまだそういう国なので。 えとセンター試験の前後にバラエティー番組に出ると非常になぜか受験者数が増える <laughs> これはハックですよ皆さん大学の教員になったら覚えておいてくださいあの視聴率が高い番組に出ると受験者数が増えますでそれとあとなんかなんだろうな、まあ、そういうのがあってあと、まあ、イベントとかにも積極的に出てるんですけど今研究スタイルって多分結構変わりつつあるのかな,なか日本がダメにな研究上だめになった理由は大きく一つで税金使って研究してたからです つまり税収が少なくなってったりとか誰かに切られたりすると研究費が減ります。研究費が減るとここのパワーが落ちます。でここのパワーが落ちるとそこの大学には進まなくなります。で今の俺の研究スタイルはテレビに出たりとかイベントに出たりとかしてパブリシティを稼ぐかあとは自分で事業をすることで、えっとまあ、コラボレーターを増やして研究費を稼ぎます。 でこれは共同研究費で入れてもらうか俺がパブリシティー得た、まあ、私費的なものか分からないんですけどこれでお金を稼いでそれで研究政策に回るというプロセスを使いますもちろん税金のサポートは受けますけど税金のサポートだけで生きてるわけじゃないです要は研究費の70%以上は企業や一般のところから来る財源によって成り立っていてそれで研究を成り立たせる必要が今はありますでえっと 大体いい税金、研究費、掲扱っていうこのプロセスで今でもやり続けようとするんですけどなんかね、それ多分もう無理でこのくらいの狭い国だともうそれはやってられないのでまあそうじゃないあの社会との関わり方を使ってまあなるべく研究にあのお金を回していか,かないといけないなっていうのがまあずっと思っていることです。それを痛感したのがこれ、俺2011年頃にトヨタブースのなんかコンセプトデザイン北京モーターショーなんですけどこれのコンセプトデザイン関わったことがあって。 確かね5日間しか使わないんですよ、このパビリオン、これ。なのに結構壮大でしょ、でこれ、いくらかかると思います、これ、作るのに。ちなみに6億です、6億、6億を5日で使い切るんですよ、これ、すげえなって思って、まあ大したことはないかもしれないんだけど、わ、うん、かんないけど、ちょっと俺は、この時結構びっくりしたのは、金かかってんだなと思って、であの、なんかその時まだあんまり流行ってなかった AR のアプリ作ったんですね、ここに。 で俺が構図実装しようと思ってたんですけどなんかね「あのいや制作会社頼むから大丈夫どういうアルゴリズムで動くの?」みたいなこと聞かれて「こんな感じこんな感じこんな感じ」って書いて送ったらなんか2週間ぐらいできたんですよね。でだからお金すげえつぎ込むと研究速度すごい上がるしで俺たちが家計費とか例えば国の税金とかでやってるオーダーって大体マックス年間1億とかなんですよ。マックス年間1億でできることなんてもうたかが知れてて5日で6億ある状況だったらなんか。 30日ぐらいで実装できるものを大学院生がコツコツ2年かけてやるんですそんなんやってらんないじゃないですかって思ってじゃあそうじゃないプロセスもいっぱいやっていかないといけないなと思いつつやってますであの、まあ、自分で作っている技術をどうやって社会に実装するか、まあ、ディプロイメントっていうのがすごいキーワードになっててで自分で Pixidust って会社を最近始めたんですけどこれはあの超音波スピーカーとかをねあのこれ名古屋工大のコス先生のやつで触覚作るのを使ってたんですけど まあ触覚じゃなくて今はもうホログラムの話をしているからじゃあホログラフィックに合,合成すると全然違うことができるので,でなんかもっといろんなことをやろうよって言って僕と星先生とデザイナーの田子さんと3人で会社を始めたんですけど、まあ、これ旧来あの超音波フェズダレーって最初に工学的によく使われ始めたのはあのこの触覚で2008年頃なんですけど触覚以外の用途もまあいっぱいあるよね例えばあの指向性音響をホログラフィックに作ったりとか例えば えとまあ、これ星先生と京都大学でやってるやつですけど受粉とかに使うのにじゃあこれ、えー、とうちの会社で納入したら面白いよねとか例えば、えー、と盲導犬の指導とかにもきっと超音波機使えるからそれコーディングしたら面白いよねって言ってこういうのを社会に実装していかないといけないなっていうのと、まあ、そこでお金を稼いでいかないと研究成り立たないなと思ってやり始めまし、まあ、た。かのにはもっっとと深い関わりがあって、えーと Google のとある副,あの副社長バイスプレジデントがいてあのマウンテンビューのなんかその人にたまたまパーティーであって「俺博士論文こんなん書いてんだよ」って言ったら「それ買いたいとしたらどうしたら買えるの?」って言われてで「いや売れないんだよな大学の研究だしな」って思ったんですけどでもそれってまあ特許をライセンス化して事業化した状態で保持すればまあ会社として売れると。 そうするとやっとライセンスして、まあ、排他的な形で対象の会社に販売することができるのでそういうようなことをまあ何回もやっていかないといけないなと思って、えっと、一社作ってみましたで今あのファンドレイズされて、えっと、まあちょ製品版もできているので今いろんな車メーカーとかと一緒にやったりしてるんですけどそんなのを作ったりもしていますまあねあとはなんかエンタメとかに組み込みたいなとかも思ってたりします、まあ、俺の次の目標はですね宇宙ですねななんで宇宙かっていうとさっき言ってたように重力加速度がない世界では あのポテンシャルがいるんですよだってここに机を作るためにはホログラフィックな力場がいるじゃん多分ね板が浮いててもしょうがないわけだから力場がいるじゃん力場をどうやって生成するかってことに興味があるのでそういうのをコンピューターシミュレーションして作ってやることになんか次はやろうかなあと5年ぐらいしたらそっちに移ろうかなとなんとなく思っていますで、えー、となんで大学の教員になったかというとですね例えばなんかこれフランスのなんかラバルってところで展示してたんですよ音響付与装置であそこに あのちょいちょいっとリープモーションをくっつけてやってあの子がこう手で操作できるようにしてあげたらこの子がすごい楽しそうに動かしてたんですけどこの子は多分8歳ぐらいですで僕が彼ぐらいの年の頃って Windows95 で Windows3D ムービーメーカーで絵描いてたんですよねあの世代にしてます今28ぐらいの人30から26ぐらいにしてますか知ってますよねこれめっちゃ流行ったよね当時ね <laughs> け,どけど95にさこれ入れるてる子いたじゃん いいたよ、ね、いたよよねねやっと同意が得られたこれね <laughs> 会場で得られたことがないんだけど <laughs> あのこれね CG 好きの多分今 CG アーティストやってるような人多分ね1回ぐらい触ったことあるんですよ。でそれでね遊んでたの俺この頃は。だけど俺の頃はコンピューターグラフィックスぐらいが限界だったけど。 多分この音響付与装置さ、例えば5万円ぐらいで売ってたりとかあとはワークショップ用にあったりしたらさこの子たちは現実世界の方がもっとプログラマブルだと思って育つと思うので彼が、えー、と今8歳でしょでも10年したら18歳で大学帰ってくるじゃん。で、俺、大学出たの27だから、えー、と35とかまあ37ぐらいになるまでは、えー、と大学の教員でもやろうかなと思って、えー、とファーストキャリアで大学教員になります。で、そうするとさ、こいつらが何考えてるか知りたいじゃん。 現実が IoT になってプログラムが不可能になって IoT のその次っていうのを目指したらこの人たちデジタルネイティブだからもっと面白い発想出てきそうでポンってでそういうのとねバトルしながらものを作りたいなと思ったんですでえっと今何分経ちました40分ぐらいじゃあ一旦ここで中締め作りますねちょっと待って中締めを作りますね中締めを作るためには中締めを作るためにはですねこれ,ねこれ永遠に進んじゃうちょっと待ってっ一瞬待って中締めを作るためには でも70分ぐらいしゃべっちゃうからさ、このノリだと。じゃあね、ここからいこう、えーっとよっ。じゃあね、ちょっとテイクホームメッセージからいきますかね。よっで、えっと、なんか今、ニュルッとしゃべってしまったんですけど、いつもこのノリでずっとしゃべっちゃうんですが、なんか今ってあの、まあ、コンピューターによって何が変わってるかって言ったら、生活の体験は変わってるけど、なんか哲学的な本質が変わってんなと思うんです。だって例えば あのなんだこの人デカルトかデカルトの時代はあ,のある氷系をスタートして、えっと、どうやってこうあの定理につなげていくかっていうのがすごい重要だったし例えばベーコンの時代はあのこうやって物を百科事典的に集めていったらやがてこれはあの全て集まって真理を目指すかって思われてたわけですよ。ちょっと君に哲学的な話になりましたけど。だけどニュートンって天才で えっと、F イコール MA とか書いたら、あ、これこれ君が言ってた数式とこっちで言ってた坂コロコロが同じだったよっていう話じゃないですか。要は現象を実験的に集めていくこととあの数式で記述することっていうのがほぼほぼつながったのはこの瞬間で、でこういうような人が出てき。 てててから近代科学って急に発展してった実験系作ってモデル化してそれを知識として貯めていけばあらゆるところに展開可能だって思ってたんですけどなテンソトルフローとか例えばインストールするといやー多次元の機械学習結果ってもうなんだかよく分かんないよななんか千次元のベクトルで言われてて減少論なんだけど減少論の記述で俺たちには知らない関係性がコンピューターの中にあるんじゃないかみたいな。でそうなってきた時に俺たちの科学としての立ち位置ってだいぶ変わるんじゃないのって思ってるわけです。 て20年したらもっと顕著にして現れてくるだろうし50年したら本当に変わってるかもしれないそんな人間が分かる書き下せる数式だけで世の中やってたのみたいなでそんな法事等じゃなくなるかもしれない現象論もあの研究っていう心理に近づくところにあるかもしれないのでじゃあ俺たち今パラダイム変わろうとしてるけど何やったらいいのっていうのをなんか考えていくのが好きです。で 俺は今,な今ここで研究者やってんだけど2015年で研究者やってんだけど今の時代ってこのコンテンツ消費っていう時代からや徐々にコミュニケーション消費の時代に変わっていてであのまあこの SNS とかコミュニティーかハロウィンとかもこの辺だけどこの辺の今ものづくりからことづくりの時代だからファブラーは IT スポーツクラウドファンディング VR テレプレゼンスなんとかとかいろいろ入ってんだけどこの時代にもの作っていくのはものを作るんじゃなくてデザインするための必要なパラメーターを定めるっていうのが我々研究者や 研究者がやることでアーティストだったら自分の作品が受け入れられるだろうコミュニティっていうのはどうやって形成されるのかみたいなことを一つメタな視点で考えないといけない時代になってきたと思いますでその中でまあ戦ってるプレイヤー我々僕と皆さん大体多分年も同じぐらいだと思うので大体そういうプレイヤーとしてこう戦ってる中で、まあ、この辺多分キーになっていくんじゃないかなとだからまあテレビとかが死んできたのはまあコンテンツの時代じゃなくてコミュニケーションの時代になったからだし1個当たりにかけられるコストが下がったからだよね例えばハロウィンって 年間1,800億円ぐらい市場規模が今もうあってこれって日本のの映画産業と全く同じぐらいの市場規模なんですよだから俺たちはマリオ,を5人ぐらいマリオが5人ぐらい集まって六本木で「ェイとかやってるじゃないですかあの楽しさの方が今例えばゼログラビティ見るようなコストパフォーマンスより良いと判断して動いてるわけだからそこを研究として組み込むんだったらじゃあそういうようなものを作るようなコミュニティってじゃあどうやって作るのっていうようなこととか。 きれいだよかったっていうようなあの一歩引いたスクリーンを見てる視点からどうやったらそれがあのユーザーに使える形で提供するのかとかむしろ逆にもっとぶっ飛んでなんかやば100年やばそうなものを出すかっていうその2択ぐらいでしかあの研究っていうのが保たれてなくなってきたよなっていうのが思うところです。で、えー、っと僕は常に意識してるのは例えば「う」は空間「中」は時間っていうことなんですけどあ中国の個人で「宇宙とっていうのは空間の時間のことなんですよ。 でよくうちの学生にいるのは、えっと、時間と空間で貼られた4次元的なところでじゃあどうやって時間方向に改造度上げるのとか空間方向に改造度上げるのみたいなことを考えようとで世代の責務は技術である表現であるこの世界の空間や時間そして人間っていう人間やコンピューターで物質で貼られたようなそのすべてをどうコントロールしてどうやって有機的につなげていくかっていうのが一つのキーワードなんで、まあ、そういうのをやっていこうと。 であの昔は研究って一人でやることだったんですけど一人で二人もしくは一人二人でやることだったんだけど僕いっぱいコラボレーションをしながらやってます例えば超音波やる時は名光大の星先生とやってるし光のホログラムを組む時は、えっと、だ宇都宮大の早崎先生とか長谷川先生とかとかやってます で要はたくさんの人を巻き込みながらじゃあ俺はコンピューターサイエンスが得意だからコンピューター的にものを考えて次やったらいいものと計算とライブラリーとプログラムは俺書くけどじゃあハードウェア的なところは、えー、とどうやって実験系組むか教えてよとかもしくは作ってよって言いながらやってるわけです。そういうのを組み合わせていくと、まあ、そこそこ面白くて結構でかい規模なものが作れるからなんかいいよねっていうのが最近思ったことです。 でっていうような話がですね最近「魔法の世紀」って本になって売ってるのであのこれぜひあのぜひ買ってくださいあの買われた方も買ってくださいとか2300円すって高いんですけど Kindle だとなんと1250円なんでっていう本の宣伝ですで、まあ、最後にこの「魔法の世紀」って言葉は何かっていうとうわくわくして楽しいって言葉じゃなくて「えっと、魔術から科学へ」って本がマックス・あ,あ違うこれパ,パオロロッシだパオロロッシが 書いた本があって、まあ、科学技術によって世界は脱魔術化したって昔マックス・ウェーバーが言ってたんだけどこれって1970年代になるとあの違ってくるよねっていうのが評論で出てきますでも当時魔術って言われてた理由はナポレオンの遠征の時代ってこれ瓶詰めなんですけどこれ火で炙ってたんですよ下からボーってでこれでなぜかしらないけコスト腐らないからこれで持ってこうってやっててだけどその後の事象としてパスツールがあの細菌を発見して細菌が死ぬから火で炙ってたんだってことが分かる。 では今まであったまじないっていうのはそこそこ意味があったんだねだから魔術が意味あることにつながったんだけどでも今って世界ってもう一回再魔術化してるよねっていう指摘があって、まあ、モリス・バーマンが言った「デカルトからベイトソーニ世界の再魔術化」the「The Re-Enchantment of the World」って本があるんだけどこれ何かって言ったら今何で Mac が安いかわからないそしてなぜクレジットカードが使われてるかわからないそしてなぜ我々が例えば IT エンジニアの方なぜあなたたちの給料が高いのかよくわからないですよね。 なぜ自僕も大学の教員になってなぜ俺の給料を払う余裕がこの国になるのかよくわからないんですけど、まあ、そういうように社会の中のの中回り方っっててていうのが昔と比べてまあ単純じゃなくなくきたわけですでそうなってくると工業社会って虚無感があるよねっていうようなことを指摘してたような本なんだけどでもその中で一番あの虚構の関係性があるのってコンピューターだなとやっぱ思うわけです。昔は力学的な装置あの なんだろうクワをうりゃってやったら地面が削れるって当たり前のことだったわけですテコを動かすとか。でスイスの機械式時計ぐらいまでは歯車を除けば何やってるか分かったんだけど今って IC 見ても何が起こってるか全くわからない直感的にあるはずがないことを手では起こせないことが起こる。でこの関係性ってこの以前指摘されてた魔術家とまあ同じようなことなんじゃないそれって魔法って言えるんじゃないのっていうことを考えてじゃあ映像っていう大きな一つのパラダイムから コンピューターってパラダイムに移るんじゃなくてそれって何か多分何も見えなくなるっていうこの魔法的なパラダイムに移るんじゃないかなって思ったのが魔法の世紀って本を書いた理由で昔はだから一つのスクリーンをみんなで同じことを考えて共有してないといけなくてここに例えば猪之子敏行みたいな人が走り回ってたら、まあ、この辺の人に黙殺されてたわけですよ。だけどあの今は全員が全員違うことをしてもよくて。 で一人一人が現実に影響を及ぼすしメディアのことはあんまり考えていないしメディアコンシャスじゃないし例えばスマホを使ってもなんだ、えー、とアプリを使っても例えばウェブブラウザーを使ってもいいし何を使ってもいいわけですツールは。 だけどあのその中であの虚構が創出した物質的な世界我々の今実体験として何が影響するかってことを考えていろんなことをしているからこのリアルとバーチャルの境目がなくなったこの世界でどうやってものを作っていくのかっていうのが、まあ、次のキーワードつまり IoT があの普及しきったら IoT のこのものと IoT のこのものの差は一体何だろうっていう哲学的な問いが残るわけですよ。 でそうなってきたらじゃあデジタル時代のディスプレイっていうのは形あるものなのか形ないものなのかもしくはデジタル時代の車輪っていうのは摩擦を使ったものなのかそれとも空中に浮いたものなのかそんな要は物理法則とあのより哲学的な再発明の流れが再び押し寄せてくると思うんですね。 でそんなことをまあ考えながら、えっと、僕が今28なんだけど二十歳ぐらいの学生さんたちと毎日楽しくアートを作ったり研究をしたりしています。というわけであもうもう一回買ってねっていうところだった。えというわけで落合、はい、でしたこんな感じで、はい、ありがとうございました。